ヒメツチグリカは、端式門の原竹や門原竹綱に属し、すっぽん竹や甲、ヒメツチグリ目に分類されるキノコのトガの一つである。英名はアースタースであり、中国語では学名を直訳した、知性化という名称が採用されている。六族、約六十種類を含む。古い分類体系では、原金庫を誇り竹目に分類されていた。幼児は、厚い外皮に包まれた。 基本体が存在するという構造を成している。幼い古実体の先端は、くちばし状に突出するものとそうでないものとがあり、種レベルでの同定の手がかりとなる。成熟時には、古実体の長端から殻側が、放射状に劣化し、花弁状の裂片として展開する。劣化した殻側の各裂片は、間質によって、再び反転、展開を繰り返すものと、 展開したままのものとがあり、属あるいは種レベルでの分類形質として用いられる。また、基本体を包む袋の基部に短い柄を有するものと、書くものとがあり、前者の場合、柄の頂部は袋の底部に貫入し、円錐状の柱軸となる。内皮の外面はしばしば微細な鉱物質の結晶体を密布しており、その長短には1個もしくは数個の昇降を開き、ここから、 内皮内部に形成された胞子が外界へと分散する。姫土チグリ属の一部の種は、小実体が乾燥すると、正常に避けた外皮裂片が反転し、胞子界を包んだ内皮の周囲に巻き上がり、それを保護する働きをする。しばしば、この状態で小実体の全体が地面から外れ、タンブルウィードのように地上を転がり回る。湿度が高い日は、外皮裂片が湿って開いてくる。 時には、でっぺんが著しく反り返って、奉仕会を持ち上げることもある。おそらく、この状態で、ウテキや小動物が奉仕会の含まれた、袋状の内皮を圧迫した際に奉仕が叩き出されて、吹き出し、それが、胞子の発芽に適した湿度の高い時点での奉仕散布を促すことになっているのだと考えられる。多くが、不正菌であろうと推定されているが、 人工培養は一般に難しい。人間との密接な関係はほとんどない。スーヘデ、S.1989、ジーストラシ、モルホロジー、エコロジー、アンドシストマティックスウィズスペシャルエンファシスオブザノース、エウロピアンスピーシーズ、シノプシスファンゴラム1、フンジェフローラ、オスロ、ISBN8290724055。ありがとうございます。